特別企画社長対談。よろしくお願いします。本日のゲストは60代で再び起業し、日本初のエデュテインメント施設キッザニア東京を立ち上げた KCJ グループ住谷社長と、オンライン英会話最大手、業界最多の英会話講師数とレッスン提供数を誇るレアジョブ加藤会長。日本の教育に新風を巻き起こすお二人が語る成長のために必要な本当の教育とは、その秘めたる思いに迫ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私ですね、長い間35年、今40年近く、外食産業ですね、いわゆる、はい、それをやっておりまして、そして、60歳で前職、退任いたしまして、でどうしようかなと思った時、縁がありまして、このキッザニア見ましてですね、メキシコ行って、これは非常に面白い試みだなと、そういう実社会にすぐ入れる、仕事をできる、体験ができる、これは必要じゃないかなと思って、正確には教育事業の一環ですけど、エデュテインメントっていう、楽しみながら学ぶっていうですね、そういうコンセプトなので、そこにも魅力があってですね、やってみようかなと思って日本に導入しました。なんか、そのキッザニアにこう会いにこうメキシコまで行ったっていうのが僕はすごいなっていうふうに思うんですね。こう多分何かをこう感じたから、じゃあメキシコにわざわざこう行ってみて、でこう、キッザニア見てみようっていうふうに思われたのかなと思うんですけれど、私ですね、いろんなレストランやってる時も、いろんなタイプのレストラン、ファーストフード、カジュアルダイニング、あるいはファインダイニング、カリフォルニアクイジン、いろいろこう、手掛けましたけど、もう本当にフィーリングだけなんですね。要するにフィーリング、こういうタイプのレストランって、多分今求められてるんじゃないかなっていうですね。ロジックじゃなくて、こう感覚でこうピンとくる、ロジックほとんどないですね。その時の時代の背景、それ大体だから自分の年齢に合わせてですね、そのコンセプト生まれてますね。いや、そのロジックじゃなくてこう感覚っていうのはすごい僕も共感するところでして、あ、そうですか。僕たちがこの英会話っていう、こう教育をこうやってるっていうのも、そうですよね、全くその感覚から来てるんですね。あ、そうですか。で、一つはその僕もメキシコでの出会いがあって、でそれはそのスカイプっていう、その無料 の通話ツール、電話ができますよ。あれ、メキシコと関係あるんですか。はい、生まれはヨーロッパなんですけれど、アメリカのシリコンバレーあたりでもここあって広まっていて、でそこの人たちが旅行したのがメキシコだったんです。あ、なるほど。でそのメキシコで、その当時、2004年3年に出会ったんですけれど、国際電話をこう海外からかけるときっていう国際電話ブースみたいなのがあって、それがこう他のブースよりも5分の1、10分の1ぐらいの値段でやってたのが、そのスカイプを使っていた電話のボックス あ、なるほど。でそれでこう出会って、これいいなって思って、で日本に帰っていろいろ使ってみたんですけれど、本当に遠くにいる相手と目の前にいるように話して、しかも無料だっていう、なんかこれがインターネットだっていう、なんかそのこの感覚。なるほど。なんか昔サーフィンやってたんですけれど、その時の、波が来るっていうようなこのゾクゾク感というか、ワクワク感を感じたっていうのが、そのスカイプで英会話やろうっていう。でもう一つはその後にこうフィリピンに行ってみて、フィリピン大っていう、向こうの東大みたいなところに行って、その学生さんたちといろいろ話をして、で、英語すごい達者 でしかも、すごく頭がいいなと、でも仕事がないって言ってたんですね。ああ、ほうほう。っていうのをこう見てるとすごいワクワクしてきて、なんかこうスカイプ使ってなんかこの人たちの力を日本に届けることができたらすごいことが起きるんじゃないかっていうふうに思って、それでこれ始めたっていう。だから何もこうビジネスしてうまくいくとかではなく、なんかこうフィーリングを中心にして、そこに何かニーズがあるんじゃないか、誰かが求めてるのを感じる、
で想像する、だから需要をこう喚起するっていうかね、はい、そんな本人たちも気が付いてないものを、はい、多分こういうことは需要が生まれるんじゃないか、そうですね、という感じですよね。はい。